待てば過激のつかびより、皆様明けましておめでとうございます。めぐまりです。まあ、明けましておめでとうございますと言ってももうお正月三が日から結構日が経っているわけですけれども、どんな年末年始を皆様過ごされましたでしょうか。私は宝塚三昧、スカイステージで宝塚を見て、 DVD で宝塚を見て、愛も変わらず、はい、宝塚愛に溢れた状態で2023年を迎えたわけなんですけれども、また今年もね、塚渡道を邁進していきたいと思いますので、ぜひ皆様今年も何卒よろしくお願いいたします。さて今回はですね、まだ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 話し足りません、星組のジャガービートについてお話ししていきたいと思います。東京公演もね始まっていますので、東京近郊にいらっしゃる方はきっとご覧になった方も多いのではないでしょうか。あ、そんなとこあったなとか思いながら、まあ、まだご覧になってない方はこういうところがあるんだと思いながら見ていただけたらなと思います。今回ね、レイさんがロック調といいますか、結構アップテンポな曲を歌ってらっしゃるんですけれども、本当にレイさんって苦手なジャンルないんじゃないかってくらいいろんな曲を歌いこなすじゃないですか。私あれすごいなと思っていて、安定安心安定のレイ誠様、もう耳がとても幸せでですね、私1月も東京に何度か足を運ぶんですけれども、宝塚大劇場とはまた違ったより進化したレイさん率いる星組が見られると思うと、とてもとても幸せでございます。はい、ジャガービートで私が胸ときめいた時がありまして、まあ、常にときめいてるんですけど、オープニングの後くらいかな、あの銀鏡でね、あの主題歌歌いながらずらって並ぶじゃないですか。あそこで、まあ、ちょうどね上手側下手側座ったタイミングがあったんですね。まあ、まず下手側の時の話をしましょう。下手側に座った時、ちょうど延長線上がね、まあ、近くにいる、近くって言ってもそんな近く、まあ、目の前にいるのが天戸さんだったんです。あの目の前って言っても私席後ろだったんでね、本当の目の前じゃないですよ。でも塚音で言う目の前ね、わかります、はい、で天戸さんだったんです。でオペラで結構こうガッて見てたんですけれども、前髪をねこう揺らしながらね、お美しい顔してるじゃないですか天戸香音さん。こうなんだろう、結構こう美の圧というかを出しながらイケイケにイケ散らかしてウインク飛ばしたりとかして、結構こう客席の皆さんを釣ってたんですよ。うわ釣ってるって思いながら見てて、やっぱこう進行学年ならではの勢いといいますか、若さっていう言葉が適切かどうかわからないんですけれども、まあ、学年としてねこう若さがあってエネルギッシュな感じで、うわかっこいいかわいいなって思いながら見てたんです。それもそれで好きなんですけれども、で上手に座った時、まあ、ちょうど私の目の前に入ってくるのは、まあもちろん天花さんですよ。もうオペラで捕獲しまくってますからね、もうずっとずっとこうやって見てるわけなんですけれども、何なんでしょう、余裕のある色気。主題歌の歌ってる時に振り付けでね、首をね横にクッとねクッてやる瞬間があるんですよ。私できないんですけど、多分見た方わかると思うんですけど、こう首だけをクッてこう横に右で左みたいなのをやるんですけど、その瞬間がめちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ色気にあふれてて、何なんでしょうね、目の表情と仕草と体の使い方、対照的だなって思いました。天戸さんと天花さんの色気が、どっちも好きなんですけれども、やっぱこうなんていうんですかね、
学年を重ねた余裕のある色気ってこんな感じなんだと思って、はい、胸キュンした瞬間でございました。はい、ちょっと思い出してまたキュンってするんですけれども、あとね、天花さんね、よくこう舌を口の中で転がしがちなんですけれども、それは本当に色気にあふれてるからマジで見てほしい。あ、本当に見てほしい。あのオペラで見てたら結構な確率で捕獲できると思いますので。でもね、してない時もあるんですよ。もうね、その日にしか出会えないので、ぜひ皆さん見てみてください。もう脳内パーンってなるから、本当にそこだけは見てほしい。はい、ちょっと思い溢れてしまいましたね。あの今回ジャガービートで、もう一つ言いたいことがありまして、戦隊ものでね、瀬尾さんだったり綾木さんだったり、もちろん天花さん、暁さん、あと極美さんの5人で戦隊もので、もうこれそれぞれカラー別でね歌って踊ってるんですけれども、もうそこもすごく素敵で、上結構ね、なんか高い羽みたいなのをつけてるんですけれども、それで踊る姿とかもすごく素敵なので、ぜひぜひ見てほしいです。天花さんピンクなんですけれども、ほら、塚太さんってよく自分の大好きな方の、まあ、衣装だったり役だったりに合わせたお洋服着るじゃないですか。ピンクだから、私ピンクのものなんて持ってなくって、お洋服でちょっと買いに行こうと思ったんですよ。で、まあ、良さげなセーターがあったんですけど、まあ似合わんのなんの。もうちょっとね、当ててみて、あ、違うなって思ってこう畳んで返したんですけれども、ごめんなさい、今回はちょっと難しかったですって思いながら返したんですが、もうそういったピンクとか、なかなかこう皆さんが似合わせられないであろう色を難なく着こなすタカラジェンヌってすごいなって、はい、思いました。あとね、ヒョウ柄も挑戦しようと思ったんですけれども、難しかった。私の合わせ方が悪いのかな。でもね、客席見ると結構ヒョウ柄のストールだったりスカートだったりをお召しになってる方いらっしゃって、素敵だなって思うんですよ。よくやるじゃないですかね、あの塚太美学っていうんですか、オマージュするの。いや、素敵だなって思うんですけど、今回難しかったな。唯一できたのは、あのお芝居の方のリラの姓をちょっともじって紫のスカートを私持ってたので、それを着て行ったくらいでした。はい、もともとね、自分の美的センスを磨いていこうとこのショーを通して思いました。タカラジェンヌの皆さんほどではないですけれども、しっかりと着こなせるように、あ、今年の目標ですね、はい、しっかりといろいろ着こなせるように、はい、頑張りたいと思います。いや、新年1回目もたくさん喋ってしまいましたけれども、また次回も最後までご覧ください。それでは。